始まりました。今日は公演前にしてみました。やっほー、お疲れ様です。台風大丈夫でしたか？昨日台風やばかったみたいですけど、今日はもうね、どっか行っちゃっていい感じに大阪は晴れですよ。グッタグッタ。それでしゃべれましょうかね。夏らしいことは何かしましたか？もう8月昨日から中旬ですが、今日は16日ですよ。宿題とかやりましたか？夏休みの宿題とかありましたか？こんばんは。今日もこれから公演です。一昨日ぶりやね。あ、かき氷食べました。いいなあ。でもミーキーも食べた気がする、今年。お盆休み終わって今日からお仕事でした。あ、お疲れ様です。はじめまして。お疲れちゃんです。皆さんも台風はあんまり分かんなかったです。こんばんは。今日劇場に来てくださる方いらっしゃいますか？ピラピラ。M の2回公演は8月6日にあったんですよ。土日のね。整列ナウやって。ついてるや。はい、ツインテールでございます。なんかどっか旅行とか行ったりしてないんですか？観光とか。みゆきの夏休みはこれからなんですよそう、ここだけの話ね。これからなんです。花火大会とかさ、あったじゃん。大会とか出ました？もう金沢に行ってきました。ミーキーも金沢行きました。そう、これからなんだ。これから公園楽しみ。あ、キリカちゃん久しぶり。やった。え、嬉しい。ツインテール可愛い。やった。恥ずかしいけどこの前ね、その一昨日の公演はあれでした。開演ちょっと押してました。そして台風の影響で。最近さ、18時45分開演なんですよね。でも知ってました？18時45分開演だったんですよ。夏休みでかな。8月やからかな。
でも夏休みやから早いと思うんですよね普通は。わかんないわかんないけど、右の想像ではなんでなんやろ、なんでいつも8時半なんやろ。でもいろんなアーティストさんのライブとかも結構18時とか18時半とか多いですよね。やっぱいいのかな、なんやろ、キリがいいのかな。こんばんは、主権の方が来てくださってます。お、一昨日の公演めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかでしたか。あ、たくさんフォローもしてくれましたって。あなたと本人のみ表示されていますって。見えてますよ、ミキ。見えてますよ。こんばんは。あ、会社が終わってから来れる人が多いからないな。あ、今キャン待ち並んでる。毎度、こんばんは。これからね、あれなんですよ。いつも劇場でさ、販売される公演後、終演後に販売される写真の撮影を撮るんですよね。ここでっていうかあるんですけど、私の目線の先なんです、ここで。チカプヨさんがうろちょろうろちょろしてて、ミキがここで多分配信してるから、写真か写真かって言って、さっきからめっちゃ目合ってたんですけど、ミキがショールームで皆さんとねおしゃべりしてるから、はい、はい。あ、でもちょっと待って、来ちゃったかも。ちょっと一回移動しますね。移動してきました。前もこんなことあったような、なんか配信、そうなんですよね。でしかもまだ私はお着替えをしていないという感じなんですけど。何分からでしたっけ。もうあと何分で撮りますか。あと準備次第だけど、まだもうちょっと大丈夫ですか。はい、わかりました。ちょっと勝利をして。しおりちゃんの声聞こえてますか。そうね、みゆきのね、あれなんですよ、ちょっと時間の配分ができないというメンバーです。はい、ちょっとね、配信を、いやでも私の計算ではいけたんですよね、15分配信して。だけどいつも忘れてしまうんですけど、写真撮影とエンジンがあるんですよ。でプラスだから15分、それの分を忘れてますね。もし私が開演前にもし今後配信してたら、写真と何だっけ、写真とエンジンと影穴の分含んでるってちょっと言ってくださいね。やばい、本当にもう忘れてる。なんでかな。ポジションとかはね覚えられるんですけど、立ち位置とかこういうことは忘れちゃうんですよね。いいんだか悪いんだかなんですけど、今日はまた出演で出てくれる子もいます、チーム B2 から。えふいちゃんが初めて来てくれますよ、チーム M の公演。こんばんは、こんばんは。リーダーシップ取らなきゃだって。もうリーダーシップは私のもう一人の同期の石田優美ちゃんが取ってくれますので。お任せしまーす。で
もそう、初日コメント見るとき画面近いけど、いや私視力めちゃくちゃいいです、4割ます、両目癖ですね、こうやっていっちゃうかも。2期師範やって、いやいや私は絶対、あ、はい、わかりました。ちょっとあのやっぱり着替えないといけないそうで、ちょっとショールーム終わりますね、すいません、失礼します。